中における存在としてのその人間の弱さと思考する存在っていうのに偉大さを表したものなんですけど、これも人間とは何ですかという問いに対する答えになると思うんですよね。パスカルのやつなんか分かりやすいですね。人間を抽象化したらこういうことなんです、人間とは何ですか、考える足であるっていうのは抽象化した状態です。別にこれはぼやっとさせてるわけじゃないですよ。人間の特徴を一発で表したらこうなったということですね。人工知能の話で特徴量っていうのが出てきますよね。人工知能のディープラーニングって物の特徴を量として数字で捉えていくんですよね。それを特徴量というんですけど、これもディープラーニングによってその画像が持つ特徴を見出す処理なんですね。例えば猫の写真からヒゲがあるのが猫だとか、そういうのをコンピューターだけで捉えていく、抽象化していく、それがディープラーニング AI の本質なんですね。コンピューターが物を分類する力を手に入れたという意味ではすごいです。 AI は分かっているということになりますね。分類できてるんだから、ね、AI は分かってるん、賢いんだとは言っていいんです。抽象化といえば抽象画、あれを見るからなんかぼやっとしたものだって多分みんな考えちゃうんですけど、抽象絵画といえばピカソが有名ですね。彼はですね、その人の特徴、まあ、物でもいいですわ、を捉えて抽象した結果を描いてます。だから抽象画なんですけど、ぼやっとして描いてるんじゃなくて、女性だったら女性の特徴を彼なりに見出してるわけですね。他との違いとか共通点とか、そういうものを見出して書き換えたものがあの絵なんですね。で、彼の絵はデフォルメされたイラストのように見えるんですよ。だから似顔絵描く人いるじゃないですか。ああいう人も実はその人の顔を抽象化してます。他の人とどこが違うんだというのを、そのアイデンティティを見出してる。ただ鼻が少し大きいだけで、あ、この人鼻が大きいのが特徴だなって捉えるわけですね。これ普通の人は捉えられないですね、実は。だけどそれを捉えてデフォルメする、誇張したりする。だから彼らも、実は抽象化が得意な人たち。なので抽象化という概念を理解するとピカソを見て実は感動できます。だから今度ピカソの絵を見る時があったら、あ、この話を思い出して見てみてください。多少感動できると思います。抽象化の能力と頭がいいというその間にどういう関係があるのかっていうのを説明していきたいと思います。世の中は複雑なことで溢れてます。さまざまな状況でさまざまな人がいて、時間は刻一刻と流れている。そんな中で有利な行動が取れる人とか、どんな難題にも合理的な納得できる答えが出せる人、そういう人を頭がいいというふうに思うんですが、どうですか？もしもし。お前何時だと思ってるんだ。ジャイアント待たせるから今すぐ来い。寝坊した。行動を取るためにはより適切な判断をしなければいけないですよね。判断を行うためにこの分離する能力が必要なんですね。判断とは見分ける能力のことなので、分類する能力が高くないと適切な判断はできない、仕分けることができない、分類ができてないから。分類ができて初めて仕分けることができますということですね。どんな難題にも合理的な答えが出せる人、有利な行動を取る賢い人は抽象化能力が高いと言えると。問題が起こっているとき、問題のその原因になるものが分かっていることはないわけですよ。もし問題の原因がそこで把握できていたら問題とは言いません。解決している状態なんですね。問題が起こっているときに原因が分かっていることはない。問題が何であるか分かる必要がありますね。したがって問題解決にも先ほどの分ける能力、抽象化能力が高い、その必要があります。我々の次元では実は抽象化しないと物事をコントロールできない仕組みになっています。我々は実は1対1の問題にしか取り組めないんです。1対多、多対多の問題は答えられません、人間は。なので抽象化しないと物事をコントロールできない、理解もできない、そういう仕組みになっているんですね、我々の住む物理の世界が。よくね、学力と知能指数は比例しないって言いますよね。学力が高いからといって IQ が高いわけではない、 IQ が高いからといって学力が高いわけではないと思う、比例はしていないよという相関が多少あるとは思います。これも誇張して言ってますけど、完全に一致しないよ、因果関係はないよと。 IQ が高いというのは知能指数なんですね。頭がいいかどうかの評価のスコアですね。 IQ が特に高いわけでもなく、学力が高いわけでもないのに賢いって言われる人っているじゃないですか、うん、一般的に地頭がいいとか言ったりするんですよ、そういう人のことを。 IQ 測定に関してなんですけど、簡単な方法でですね、検査された知能指数なので計測できない知能を含めて
地頭がいいというふうに言ってるんではないかなというそんな気がしますね。 IQ で計測できないコミュニケーション能力とか物覚えがいいとか判断が早いとかね、何回かさすぐやれるようになるとか、まあ、そういうのも地頭がいいと呼ぶのかもしれないですけど、 IQ ではおそらく計測できないんだと思うんです。勉強ができる人イコール仕事ができる人ではないから、そこがピシャッとつながることがほぼないんですよね。そこの理由を分かりやすく解説するために数学を例にとってみます。方程式とか出てくるじゃないですか。 X なんとかどうだこうだ、この問題を解いてくださいっていう、そんな感じのことがあるじゃないですか。これね、実はね、問題を解くことが問題の解決だとすればこれ解いてません。この問題を解決してるわけではないということです。これはね、問題を解決する手段に対して入力しただけなんですよ。問題を解く解っていうのは紐を解くという意味でもあるんで、間違ってはいないかもしれないけど、大抵の人は問題の答えを出していると思って解いてますよね。あれは実は計算機に入力している行為と同じことをテストで永遠やっていると。だから退屈なんですよ。テストで出た問題を解いている行為はある意味オペレーションなんですね。機械の運転とか操作に近い。だから数学をやるべきではないと言っているわけではないし、今のテストの方法を否定しているわけではないんですけど、このオペレーションという概念を作った人類は実は偉大なんですね。ディスってるわけじゃないですよ。ずーっとひたすら問題を解いているあの行為が無駄と言っているわけで決してないです。あれも重要なオペレーションという概念に基づいてやってますんで、偉大なことなんですね。もう一つの視点で概念化というのがある。この概念化が上手い人も賢いっていうふうに言われるんですね。私たちが持つスキル、能力について、テクニカルスキル、技術的能力、すごく素早くなんか書く、こういうのね、技術的能力はとても理解しやすい能力だと思うんですよ。あともう一つ、コンセプチュアルスキルっていう、コンセプト、概念化能力っていうんですね。これはめちゃくちゃ理解しにくい能力なんですね。コンセプトというと聞いたことがあると思うんですけど、このコンセプトが概念を意味するんですね。調べるとですね、物事の本質を捉える思考の形式、個々に共通な特徴が抽象によって抽出され、それ以外の性質は詐称されて構成されると。その物の特徴を捉えて、それ以外のところ全部切り捨てて削いでしまう、シンプルにしてしまう、これがコンセプトを作るということなんですね。これが概念そのものなんですね。まあ、そのスキルですね、物事の特徴を捉えて分類して取捨選択する能力、要は物事の本質を見抜く能力のことなんですね、概念。